スピンドクターズはアメリカ合衆国ニューヨーク出身のオルターナティブロックバンド。1990年代初頭にシングル、トゥープリンセス、リートル、ミスキャントビー・ロングがヒットし、それぞれ全米シングルチャートで最高位7位と17位を記録した。現在のメンバーはクリス・バロン、エリック・シャンクマン、アーロン・コメス、マーク・ホワイト、バロン、 シェンクマン、スピンドクターズの歴史は1980年代後半のニューヨークでトラッキングカンパニーと呼ばれるバンドに遡ることができ、そのバンドにはカナダ人ギタリストのエリック・シャンクマンとジョン・ポッパー、それからポッパーのプリンストンハイスクール時代の友人であるクリス・バロンが所属していた。ポッパーは自らのサイドプロジェクトであるブルース・トラベラーに専念するためバンドを脱退した。 それに伴い、バンドをスピンドクターズに改名し、1989年春までに、アーロン・ゴメスとマーク・ホワイトが加入して、バンドのラインアップが固定した。スピンドクターズは、A&R のフランキー・ラ・ロッカの下で、エピック、ソニーと契約した。エピックからのデビュー EP、アップ・フォー・グラブス、ライブは、マンハッタンのウェットランズ・プリザーブで録音されたもので、 1991年1月に発表された。スピンドクターズのライブショーは演奏時間が長いことで知られていた。また、彼らの友人であるブルース・トラベラーと日本立てギュグをしばしば言った。スピンドクターズのデビュースタジオアルバムポケット・フル・オブ・クリプト・ナイトは1991年8月に発表された。アルバムは当初は商業的に成功しなかったが、 広範囲にライブショーを行い続けて、草の根のファンを獲得していった。1992年夏に行われた HORDE フェスティバルにバンドは参加し、ワイドスプレッドパニックやブルーストラベラー、フィッシュといったジャムバンドと共演した。その夏、ラジオと MTV でリトルミスキャントビー、ロングとトゥープリンセスがかけられ始め、商業的な人気が加熱した。 アルバムは1992年9月にゴールドティスクとなり、1992年10月にバンドがサタゲーナイトライブに出演したこともあってさらに売り上げが伸びていった。追加でシングルホワットタイムイズイットとハウ o ドユ a オンとヒムジミー・オールセンズ・ブルースが発表された。1993年6月にはアルバムはトリプルプラチナを獲得し、 アメリカ国内だけで500万枚の売り上げを記録した。全米アルバムチャートでは最高3位を記録した。ローリングストーン氏は1993年1月7日号でバンドの人気について普遍的なロックンロールの良さであると評している。さらにドクターズは新しい道を切り開こうとしていない。彼らはストーンズやカーティス・メイフィールドなどがこの方法では落ち込んだことを知っている。 と続けている。スピンドクターズはテレビ番組セサミストリートに出演し、共同利用の重要性を強調した歌詞に修正したバージョンでトゥープリンセスを演奏した。1993年に映画フィラデルフィアサウンドトラックのためにクリーデンスクリアウォーターリバイバルのカバー雨を見た回を提供し、トリビュートアルバム紫の煙のためにスパニッシュキャッスルマジックを録音した。 スピンドクターズの2枚目のスタジオアルバム、ーンイットアップサイドダウンは、n は、1994年6月に発表された。前作と比較すると、売り上げは減ったものの、アメリカ国内で100万枚、海外で100万枚の売り上げを記録した。シングルカットされて、ポップチャートで42位を記録した、You Let Your Heart Goat のほか、クレオパトラズ・キャット、メアリー・ジェーン、ハングリーハメズ、バック、 クス・オブ・ダートなどがこのアルバムに収録された。バンドは3ヶ月間のヘッドライニングツアーに出たほか、ウッドストックフェスティバル94にや、グラストンベリーフェスティバルに出演して、大群衆の前で演奏を行った。1994年9月には、オリジナルメンバーで、ギタリストのエリック・シャイクマンが、バークルへのコンサート中に、音楽観の違いからバンドを脱退した。シャンクマンの代わりに、 アンソニー・クリザンが加入した。新しいギタリストのクリザンが加わった、スピンドクターズが発表したアルバム、You've Got to Believe in Something は、1996年5月に発表された。キーボードとして、イヴァン・レビルが加わり、彼らは、テレビ番組、レート・ショー・ウィズ・デイビッド・レターマンで演奏したほか、ツアーを行った。その期間に、テレビ番組、 スピンシティのシーズン2と3のテーマ曲を提供している。ツアーが終わった1996年秋、ギタリストのアンソニー・クリザンはバンドを去り、約200人ものオーディションを行った結果、イスラエル出身のミュージシャンのエラン・タビブが代わりに加入した。アルバム、You've Got to Believe in Something の売り上げは振るわず、わずか7万5千枚だった。エピックは1996年に、 バンドとの契約を打ち切った。1998年にスピンドクターズはアップタウン、ユニバーサルと契約し、1999年6月にアルバムヒアカムズザブライドを発表した。アルバムの制作中、ベーシストのマーク・ホワイトはバンドを脱退した。アルバムのベーストラックはバンドメンバーのアーロン・コメスが代役を務めた。このアルバムのサポートツアーの間、 ボーカルのクリス・バロンが生体麻痺となり歌うことはもちろん話す能力も支障をきたす状態となってしまった。今まで通りに話せて歌えるようになるまで回復できる可能性は50%だった。数日間はキーボード奏者のイヴァン・レビルがボーカルを代行したが結局バンドは残りのツアーをキャンセルした。バロンの声が戻ってきたのは2000年の前半で自分のバンドである クリス・バロンザ・ギブ・ダディ・ファイブでの演奏が復帰後の初演だった。スピン・ドクターズは伝説のナイトクラブウェットランズ・プリザーブが閉鎖となるニュースが出る2001年9月まで活動を休止していた。2001年9月7日にバンドのオリジナルメンバーである4人で1994年以来久しぶりにウェットランズ・プリザーブで演奏を行った。クラブが閉鎖となる。 最終週のことだった。このショーはファンとバンドにとって大成功となった。2002年から2005年まではショーを中心に活動した後、2005年9月13日に新しいスタジオアルバム、ナイストーキングツーメを発表した。シングル、キャント、キックザ・ハビットは映画、グランマズ・ボーイサウンドトラックに収録された。また、マルガリータやタイトル曲、ナイストーキングツーメは、 ラジオで緩やかにエアプレイを受けた。しかし、レコード会社が倒産したため、売り上げのフォローアップは困難だった。2008年に、バンドは、アメリカとヨーロッパで、ライブショーを行った。バンドのドラマーのアーロン・ゴメスは、ベーシストのトニー・レヴィンとギタリストのビル・ディロンと、共演したインストゥメンタルのコンピレーション作品、カツー・キルズ・クライを発表した。2009年には、クリス・バロンが、 ソロアルバム、パンチョザ・キッドを発表した。2010年の夏に、バロンは自身のバンドであるタイムバンディッツから5曲入り EP、ソングズ・フロム・ザ・サマー・オブ・サングリアを発表した。2011年に、バンドはポケット・フル・オブ・クリプト・ナイト20周年記念のツアーをアメリカとイギリスで行った。2011年8月29日に20周年特典版が販売された。 2012年にバロンはサイドプロジェクトのカヌーズでノルウェーのユーロビジョンソングコンテストに参加した。2013年4月にバンドは6枚目のスタジオアルバム If the River was w i s key を発表した。クリス・バロンは2005年7月25日にトニー賞獲得女優のローラ・ベナンティと結婚しているが年末までに離婚した。 1994年のアメリカンミュージックアワード第36回グラミー賞ありがとうございます。